宮城県南三陸町立静川中学校、黒沢美鈴です。職は教諭です。私の学校では、仮設住宅がグラウンドに立ち、体育館にも避難されている方々がいて、子どもたちが実際に部活動をしたりすることが、できない状況にあります。で、私は男子バレー部顧問なんですが、隣の小学校の体育館まで学校が終わった後に子どもたちを連れて行って活動をしたり、なかなか今までの普段の生活と違うことがたくさんあって、部活動の時間も限られる中で、そういう困難な状況にありますが、でも子どもたちのやりたいこととか、今の時期にできることっていうのは諦めさせたくないなと思って、ずっと関わってきました。で、子どもたちもそういう今ある状況の中で頑張れることを一生懸命やっていますが、そういうところで子どもたちの心の面でのケアをしたりとか、そういうところで大変だなというふうに感じたことはあります。震災があってからなかなかこう殻に閉じこもっていて自分の感情とかを出さない子どもがいました。で、私は無理にこう話をしたりするのではなく、その子がこう自分の気持ちの整理がついて何か話したいと思った時には来るだろうと思っていた生徒でした。で、すごく関わりが深かった生徒なので、でその子もやっぱり3ヶ月後、震災があって3ヶ月経ってから私のところに来て、今まで家族のこととか何も話をしたことはなかったんですが、被害に遭ったおじいさんのことであるとか、そういうことを失ったものの話とか、そういうものをこう言ってくる生徒がいました。やっぱりそういう子どもたちに寄り添って話を聞いたり、あと一緒に何かを作り上げたりしていく時間が大切なんじゃないかなと思って、その子には、ずっと今も寄り添って話をしながら聞いてあげたりしています。このようなこう震災にあって私がすごく感じたのは、学校であっても子どもたちだけでなくて避難されている方々もたくさんいる中、先生たちも休むこともなくずっと子どもに寄り添ったり、あと避難の方々との関係を持ったり、ずっとそういう状況の中に、自分たちも被災していながらそういう状況の中にありました。で、その中で私が大事だなと思ったことは、やっぱり先生方でこうお互いが支え合ったり、お互いこう弱音を吐いたり、辛いことを辛いっていうふうに言えるような、お互いのそういう関係がとても大事だなと感じました。で、子どもたちのケアに関しても先生同士でお互いの情報を一人で抱えるのではなくて、全員が同じ情報を共有し合って、その子にみんな同じ歩調で関わっていくことがとても大事だなと感じました。どういう自然災害があって、どういう予防というかができるのかというのをみんな、子どもたちも含めて大人も一緒に考えていく時間を学校の授業の中で持つことも大事だなと。私も実際に自分のアパートが流されて新しい生活を今しているんですが、子どもたちに、さっきも言いましたが、子どもたちには自分が持っている夢とか、あと希望であるとか、今やりたいことを我慢させたり
したくないなっていうふうにすごく思いました。で大人はそれを何でも無理だからっていうふうに最初から否定するのではなくて、やっぱりできる可能性をこう見つけてあげないといけないなと思っています。なので私は自分で今部活動を持っていたりする子どもたちに対してもできる限りのことはしてあげたいという気持ちで、部活 の, その指導はもちろん、その場所の確保であるとか練習試合に行くその手段であるとか、そういうのは子どもたちのためにやりたいなと思ってやってきました。で自分 の, その英語の教師としてであるとか、あとその部活動の指導者としてやっぱり子どもたちに関わるときに今できることを、今できる精一杯のことを やらなければいけないなという気持ちを、持って指導に当たるようになりました。